表面パネルを外します。ここはちょっと爪が割れやすいのでゆっくり引っ張ってください。フィルターを外します。その機種によってちょっと外し方が異なるんですが、シャープはだいたいこういう形で中に入っています。表面パネル2枚目を外します。ここにボタンがついているのでこういう形で外します。次にルーバーを外します。ここもちょっと古くなったりすると割れやすいので気をつけてください。ここにビスキャップがついているのでビスキャップを外します。で、外装のコネクタを外します。ビスを外していきます。上部に爪が3つついてます。これもどの機種も共通なので爪を外してから外装パネルを平行に外します。ちょっとコネクターとか電気系統が引っかかってる可能性があるのでゆっくり外します。まずこの板金カバーを外して電気系統を外していきます。シャープは左右にコネクターがついているタイプが多いので注意してください。ファンのコネクターが隠しコネクターがついているのでそれも外していきたいと思います。ここはゆっくり外してください。ファンのコネクターを外していきたいと思います。このファンの下っ面に綿の中に隠れているのでこれを外していきたいと思います。はい、外れました。お掃除ロボットを外していきたいと思います。上部左右に隠しビスがあるのでこれを外します。ユニットを取ります。でこの時にコネクターがしっかりと外れているかどうかちょっと見ながらゆっくり、天井が低かったりすると外せないこともあるのでそこもちゃんと見極めて外してください。ユニットが外れました。